ある日、主が英語の勉強をしていると、癌を意味する英単語と髪を意味する英単語がお互いにスペル一緒のキャンサーであることに気づき、これは何か関係性があると思って調べてきたぜ。てなわけで今回も、ゆっくりしていってね。乳癌は体の表面を見ただけでわかる病気であったため、古代ギリシャではすでに外科手術が行われていたそうな。で、そのやり方とは切り取った癌の部分を松明で焼くというもので、医学の祖や父と呼ばれる名医ヒポクラテスはその切り取った癌の塊を切り刻み、スケッチにカルキの深みのようなと記述していたそうで、それがヨーロッパへ広がり、ドイツ語や英語では癌と髪は同じ単語で呼ばれることとなったみたいだぜ。てなわけで今回の解説は以上だぜ。おお、無駄が全くない。が、無駄を省いて短くすればするほど動画伸びなくなるという。どうか通知オンにして次回も見てくれよな。